どうも、どつりです。さあ、先日ですね、シュテルンリッター、クラッシュロワイヤルで初めてクラン対抗戦をね、やらせていただきましたトレジャーハンターさんと戦ったんですが、まあ、結果は、生放送を見た方はね、わかると思うんですが、シュテルンリッター1点差で負けてしまいました。ということで、今日はですね、このシュテルンリッター VS トレジャーハンターの中から面白いリプレイ、見ていきたいなと思います。おやすさんのクロスボウデッキ、こちらね、結構皆さんも、知ってる方も多いかと思うんですが、おやすさんね、クロスボウデッキを今もまだ、練習中でございまして、こちらの方から、見ていきたいと思います。はい、上がシュテルンリッターおやすさん、そして下がトレジャーハンタータンパミンさんですね。お互い最高トロフィー3800以上ということで、かなりハイレベルな戦いとなりました。おやすさんは今回ですね、ウルトラレアを1枚も使っていないクロスボウデッキ、そして、タンパミンさんはホグライダーデッキですかね、で勝負しています。まずはホグライダーを、大砲で処理した後に、このアーチャーが面白いですよね。アーチャーだったりナイトだったりっていうユニットをおやすさん今回使っているんですけれども、結構ねこのアーチャーとかがね案外役に立っていくので、しっかり見ていきましょう。アーチャーあんまり見ないですけどね。さあ、このナイト、相手のマスケット重視をターゲット取ろうとしたんですが、ここちょっと失敗してしまいましたね。マスケット重視をちょっと遠くから、ナイトでターゲットを取ってしまったので、本来の形であれば、タワーが届く位置でマスケットを処理したかったんですが、ここは若干ミスしてしまいました。さあ、ここですね、バルキリーでナイトを引きつけて、ザップを落として相手のアイスウィザード、そしてホグライダーを大砲に引きつけていきます。これね、大砲とバルキリーを同時に出すことによって、相手のホグライダーと、ナイトのタイミングをね、ターゲットをずらすことが、大事になってきます。さあ、ここ、クロスボウを展開していきますが、大砲に攻撃を受けてしまいます。やっぱクロスボウはね、ダメージに非常に弱いので、この出すタイミングがすごく大事になってきます。今ね、すぐやられてしまったんですが、今みたいな使い方をしてしまうとエリクサー的にかなり、きつくなってしまいます。さあ、ここの、現段階でおやすさん結構不利になっているんですが、しっかりとエリクサーポンプをね、タワーの後ろに組み立てていって、アドバンテージ、エリクサーアドバンテージを取ろうとしています。さあ、ここからですね、おやすさんがどのようにクロスボウを組み立てていくのか。クロスボウの、ね、奥位置なんですけれども、一つは端の後ろですよね、端の後ろにいつも通り置くっていうのが一つなんですけれども、おやすさんの、ね、今回の、面白いポイントとしては、防衛で使うクロスボウの位置に注目してみてください。さあ、まだ出てきませんけどね。さあ、ここです、クロスボウが防衛用に置かれますが、これね、後ろにクロスボウを置くんではなくて、あえて攻撃されている、タワーとは逆のタワーの近くに置いています。この位置に、ね、置くことによって絶妙にね、相手の、後衛ユニットを処理することができるんですね。特にクロスボウの、メリットというか、クロスボウの一番強みっていうのは、相手のプリンセスをね、簡単に処理できることだと思います。プリンセスだったらアイスウィザード、もしくはね、後衛ユニットのマスケット重視なんかが簡単に処理できてしまうっていうのがね、非常に、メリットとなっています。で、このファイアースピリットを組み合わせることによって、相手のガゴムレだったり、もしくはバーバリアンといったね、防衛ユニット、相手がよく防衛で使ってくるユニットも、しっかりと処理できるので、結構ね、攻守なんていうかな、バランスが取れたデッキになっているのかなと思われます。さあ、ここ、大砲を組み立てた後に、さあ、クロスボウを展開していきますね。この形がやっぱりクロスボウは安定です。しっかりと防衛で使ったバルキリーだったりアーチャーが生き残っている状態で、大砲をね、残して、さらに、クロスボウを展開していく、この形を作ってしまえば、あとはね、ユニットを順次出していって、相手のタワーに攻撃を与えていきたいという感じなんですけど、ここでやっと初ダメージが入ります。ただね、ここアイスウィザードに攻撃を受けちゃって、アイスウィザードやっぱりね、3コストの ユニットの割にはすごく優秀で、相手の攻撃速度を2分の1にできるので、今みたいな展開だとね、ダメージ量が2分の1に削られちゃうんですよね。ただここは、焦らずに防衛側の、逆サイドにクロスボウを一気立てて、さらに組み立てていきます。ここの大砲にも届くっていうのがすごいでかいですよね。これ大砲多分ね、タンパミンさん届かないんじゃないかなと思って、展開したと思うんですけれども、ギリギリクロスボウが届いてしまいます。このね、クロスボウのやっぱ射程っていうのをうまく使っていかないと、ただただ攻撃の施設としてね、使うだけではクロスボウっていうのはあまり効果発揮しないかなと思われます。さあ、ここ大砲
砲をうまく残してバルキリーそしてアーチャーナイトをうまく展開していきます。さあここからまた、クロスボウ展開ですね。この形を作ってしまってからの、攻撃に転じるといった感じです。やっぱクロスボウはね、先ほども言ったようにエリクサが非常に高くて、そうパンパン、ね、出していったらすぐ、やられてしまうので、このようにもうあの防衛ユニットが残っている状態での、組み立てっていうのが非常に重要になってきます。さあここで一気にタワーにダメージを与えまして、残り56、最後ザップで、終了という感じでした。おやすさんのねこのデッキ、クロスボウを中心としたデッキなんですけれども、他のこう細かいユニットだったりバルキリーナイトだったりね、うまく使って相手のその攻撃ユニットをねしっかり処理した上でそれを残したままクロスボウに攻撃をしているのをお分かりいただけたでしょうか。あの防衛側のねクロスボウもいろいろ位置をね多分工夫して出されているんだと思うんですけれども、あんな感じでね、ぜひぜひ参考にしてみてください。ということで、今日はね、おやすさんのクロスボウデッキの紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディング CM、戦艦帝国です。どうぞ。戦艦ヤマト、シナノ、リアルな演出と爽快な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。